デレマス P の皆さん、お疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日はですね、ガシャの方回していきたいと思います。で、いつものごとくね、で今日はね、メモリアルガシャと、まあ、今開催中のガシャの60ガシャと、で1日1回無料ガシャ引いていきたい、も引いていって、計今日は13連引かせていただきます。ここんとこね、本番運を使い果たしとうからね、いい結果出るかどうかちょっと不安なところもあるんですよね。それでね、最近私ね、ちょっと一つ考えてることがあってね、それが何かっていうとね、ちょっとこれ仮の段階での企画なんやけど、私ね、YouTube のチャンネル登録者数ってごっつい伸び悩んでるっていうところがあるんですよ。それでね、でふと思ったやのね、こうやってチャンネル登録者数で伸び悩んでる人って結構多いと思うんやけど、多いと思うんですよ。それでね、一応基準としてね、1000人いってない人、もしとチャンネル登録者数1000人いってない人がいたら、私ね、動画でその人のチャンネル紹介するっていう動画作りたいと思うんですよ。そのデレステ実況者さんとかミリシタ実況者さんのね、紹介動画って作りたいなとは思っとんやけど、こういう動画作るにはね、ちょっとその人のね、紹介してもいいって許可とかいろいろ取らなあかんと思うんですよ。それでね、それ考えるとね、一歩ね、ちょっとね、作りづらいかなとは思うんですよ。で、ふと、で、ちょっと今のところね、もしね、私のチャンネルページ、この動画内とか、まあ、いろんなとこでね、まあ、ぜひとも自分のね、チャンネル紹介してほしいっていう方いたらね、私にちょっとね、コメント、この動画内にコメントするとか、まあ一応、ツイッターで DM 送ってくれれば、ちょっとその人の動画、紹介動画って作ってみようかなと思ったんですよ。まあ、つまりね、デレステ実況者さんの紹介動画って作ってみようかなとか思ったりね、ちょっと仮ですけど、仮の企画やけど考えたんですよ。まあ、てそんな無駄話は置いといて、そういう話は置いときまして、まあ、いつものおまじない行きましょう。プレゼントが来てるんだって。プレゼントが来てました。笠音の皆さんのセット、皆さんのセット、おなじみのプレゼントが来てるんだ。他のアイドルは言ってくれ。他のアイドルは言ってくれるよね。来ました。贈り物が降ってきました。ついてますね。ありがとうございます。ではね。で、こちら引く前にちょっと60ガシャ先引かせてもらいます。今日はこちらから。こちら、先に。1、2、3、4、5。さあ、どうなるでしょう。あ、そういやね。定期的に最近キャッシュ消してるんで、ロード入る率は高いです。よいしょ。まあ、ロードの入り方で大体わかるようにはなってるん、わかるかなとは思うんですけど、期待値を。こちらではよきのさんですね。でね、今開催してるガシャのね、ちょっとアイドルの詳細も見ときましょう。ただいまね、制服ガシャで来ております。限定 SS レア。ときめき放題、ひさかはやて来ておりますね。こちら、バランス型でセンター効果、クールエナジー、クールアイドルのライフ 30% アップ、特異青春の香り、7秒前、中隔でわずかな間、パーフェクトでライフ回復、ライフ3回復となっております。とか、これ、清楚系ない、青い感じの制服ですね。クール系の、系っていう感じですかね。そしてもう一つ、春べと昨夜、
よりたよしの来ております、よしのんですね。こちらはビジュアル特化型センター効果ファッションユニのファッションアイドルの全アピールエッジ 30% アップ、ファッション楽曲なら 55% アップとなっております。特に糸めでたけれ吉野桜効果6秒前中確率でわずかな間、他のバックファッションアイドルのスコアアップ、コンボボーナス効果を特大アップとなっております。こちらはなんかなんかキュンとするような表情ですよね。そしてもう一人、放課後ストロングシャウト早坂美玲来ております。こちらもビジュアル特化型ですね。センター効果キュートプリンセス、キュートアイドルのみ編成時全員の全アピール値 50% アップ、特に自由への競争、効果6秒前中確率でわずかな間、コンボボーナス 20% ダウン、ライブ中に発動した最も高いスコアアップ効果を特大アップして適用となっておりますね。ところがね、ミレイちゃんらしい以上ですかね。そしてもう一人限定スレアとしてふわっととの恋の乙女、海老原夏子来ております。こちらはボーカル特化型センター効果パッションアビリティ、パッションアイドルの特技発動率 30% アップ、特技ほっこり お手前ですね、11秒前中確率で少しの間、コンボボーナス 10% アップ、パーフェクトでライフ1回復となっております。とかこんな感じ、豪華ですね。でね、では、まあ、まず60会社からいきましょう。1、2、3、4、さあ、どうなるでしょう？いきましょう。はい、こちら、白封筒ですね。シュガ派でしたん。ではね。1日1回無料ガシャ行きましょうか、ではね、運営さん、千尋さん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料ガシャ、本日も引かせていただきます。ということでね、行きましょう。1、2、3、4、5、さあどうなるでしょう、行きましょう。早い、白ですね。行きましょう。こちらニーナちゃん来てくれました。ではね、10連行きましょう。まあこの10連で来るとは思ってませんが、もう最近ほんまに運が悪くてね、もうし、ミリオンの方ではもう惨敗してたからね、無理あれで、あ、動いちゃった、あれ動くんだ。では行きましょうか。こちら1、2、3、4、5、さあどうなるでしょう、行きましょう。久しぶりに10連引いたからこんな感じなのかな。さあどうなるでしょう、青ですね。どうなんでしょう、行きましょう。あ、 SJ いっぱいだ。フレちゃん、みおちゃん、あおっと、限定ナホ来てくれましたね。おっとっとっと、これはこれで嬉しいっす。やった。エマ、まひろ、フレちゃん、ゆきのさん、続きましてあちえちゃんですね。ちえちゃん、はい、続きましてクラリスさん、ラスト S レアが、あー、クミコさんですね。はい、以上の結果でした。いやー、でもね、なかなかね、
そうですよね。まということでね、本日も最後はこのコーナーで締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。紹介するアイドルはね、ちょっと ね男気のあるアイドルなんですけど、まあ待っててもその反面ギャップがすごいっていう感じのところもあるアイドルではないかなとは思ってますけど、いやどうなんでね、いろいろね動画撮りながら考えることもあるんですよね。最近ちょっと60画写動画撮って、ほとんど撮ってないんですけど、あれもぼちぼち撮ろうかなという気もするんですけどね。どうなんでしょうかね。最近撮ってないとこうグダグダ今日なってる感じしますけどね。いろいろ考えてるんですよ今まで。最近動画作る上でね、どんな動画作ったらいいのかなとか、どんな動画作りたいなとか、もうほんまね、はっきり言って実写動画とかもね、どんどん撮っていきたいかなとは思う時もあるんですよね。でもね、主にゲーム動画、こういうゲーム実況を中心でやってるとね、実写動画混ぜるもどうかなとは思ったりするんですけどね。ではね、本日紹介するアイドルなんですけども、少々お待ちください。今、まあ、順番にお探し中ですよ、と言ってありました。本日紹介するアイドルは、よいしょと、キリのあやです。あやちゃんはですね、ちょっと一人称が値とか、最初値っていう一人称だったんですけど、と今後は、私になるんですよね。まあそんなね、ちょっとね、豪快なね、性格でね、男祭りなアイドルな子なんですけどね、反面ね、ちょっと梢ちゃんにとね、人形遊びで遊んであげるなどね、実にね、女の子らしいところもあったりしますね。そんなね、プロデューサーさんからアヤノンと呼ばれているキリのアヤ、皆さんも覚えておいてはいかがでしょうか。ということで本日の動画以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。